もう少しだけ待ってくれ。聞いてくれ、マクドナウ市長、あいつがインスティチュート人造人間の下で一緒にいるところを見た。ハイパーは正しかった。あいつは奴らの仲間だ。マクドナウが人造人間？何を釣ったってる。医者を呼んでくれ。あなたたちボルト居住者にとってジャンプスーツは何？誰も何をするものなのかはっきりとわからないみたいです。それで次の部分なんですけど、もちろんただ誰かが言ってたってだけで本当とは限らない。アッパースタンドの最新ヘアスタイル。市長がインスティチュートの仲間だって。サリバン、内臓に2発やられた。しかもエレベーターから落ちた。もう無理だ。ほら、このスティームパックを使って。ありがとう。少しマシになった。もしよかったらしばらくここにいたい。マクドナウが人造人間、誰かどうにかしないと。新聞はずっと正しかった。市長は嘘つきだってずっと思ってた。マクドナウがドアをロックした。パイパー、鍵がない。何か中に入る方法があるはずだよ。それ以上近づくな。助けて、この人狂ってる。簡単に使い捨てにされてたまるか。私は市長だぞ。クソ。マクドナウ市長、手助けはする。でも人質を解放してからよ。その人を離して。わかった。解放しよう。今からどうするか教えてやるよ。無傷でこの町から出ていく。私の風格を保ったままな。簡単に責任逃れはさせない。マクドナウ、やったことの責任を取ってもらう。この町から自由の身で出ていくか、今ここで皆殺しにするかのどちらかだ。胸くそ悪い野蛮人どもをな。裁きを受けなさい。この人たちのためにも筋を通してもらう。天は見てる。あなたのやったこと全部。裁判か。勘弁してくれ。こいつらが人造人間をどう思ってるか知ってるだろう。檻に閉じ込められてあざ笑われるなんてごめんだ。まだ無傷だ。死んだんだね。殺すべきじゃなかったなんて言うつもりはないけど。市長がいなくなったんだから、次は市議会を立て直さないと。今度はマシな仕事をしてくれるといいけど。次の市長選挙に向けて市民が気持ちを整理できるまでどれぐらいかかるのかな。すぐではないことは確かだけど、でも少なくともダイヤモンドシティはやっと真実を知ることができる。ジェネバ、もうちょっとで殺されるとこだった。こちらが持っている方がいい。
ら、パイパー。片付けないといけないことが山積みだよ、ブルー。また後で連絡して。でもずっとインスティチュートとつるんでたっていうの？ダニー、まだもう少しここにいるよ。新聞はずっと正しかった。市長は嘘つきだってずっと思ってた。スーパーサロンなら夢のヘアスタイルを実現。どうしてただの古い木のかけらを買うのか。スワッターは本物のクルミの木を手作りした。しっかり働いてる？その絵に触るな。大丈夫、触らないわ。よかった。ウォールは悪い奴から守ってくれているんだ。だから丁寧に扱ってくれてありがたい。何かためになる経験をしてみてもいいかもな。奉仕活動なんかやってみる気はないか？喜んで手伝うわ。このペンキ、わかるか？連邦中を探してももう一箇所でしか手に入らない。ハードウェアタウン、西に向かってすぐのところにある廃墟になった店。そこからペンキ一缶を持って帰ってきてくれれば100キャップを渡す。どうだ？絵の修繕ね。やるわ。感謝するよ。通って連れてくるように言っただろう。うるさい。今奴らがここに向かっている。準備しろ。たった半分の分け前なんてふざけてる。誰かいるのか？この服装は前より相当ひどくなってるじゃないか。何もないよ。何をそんなに時間がかかってるんだ。わからない。確認してきた方がいいかもしれないな。行かないとでも？何？座りっぱなしでうんざりしてたとこだ。
いいわ。そいつがどうした？ああ、誰かいるのか。撃て！オカレンシスの最新号よ。マクドナウ市長のケツを蹴ったところ痛かったな。スワッターを買って形勢逆転しよう。戻ってきたのか。勉強あったか。簡単ではなかったけど、なんとか見つけた。それはいい知らせだ。一筆目を書いてみたらどうだ。色合いが合うかどうか見てみよう。アボット、これはいい色合いの緑だ。オールも喜んでいるみたいだ。役に立ててよかった。光栄よ。礼儀正しい人と一緒に働くのはいいものだな。報酬と少ないがボーナスだ。ちょうどいい色合いの緑を持ってきてくれたからな。使い道はよく考えろよ。